今日はクリスマスイブですね。皆さんケーキなんか買って、チキンなんか買ってね、クリスマスお祝いしてください。お祝いじゃないのかな。キリスト教徒じゃないんでよくわかんないです。ギブソンのね、レスポールジュニアを友人がカスタマイズしてくれました。ご紹介したいと思います。P90 ですよ。ピックアップ。これ。アイボリーのちゃんとカバーつきましたよ、これ。これがいいですよね。なんともね、だいぶ磁力が抜けてね、パワーが落ちてるんですけど、まあ、なんとも、いい音がしますね。これはもう相当にお気に入りです。このフィニッシュがね、なんかオイルの、オイルフィニッシュらしいんですけど、友人が蜜蝋ワックスだっけな、ワックスをね薄く塗っていくといい風合いになるよってアドバイスしてくれまして、今日ちょっと買いに行っちゃおうかななんて思ってます。やっぱりギブソンになっちゃうのかな。レスポールね、やっぱ好きなんですけど、まあとにかくレスポール弾くのが下手なんで、ずっとなんか逃げてたっていうかね、なんかこう苦手意識みたいなのがあったんですけど、やっぱいざ弾いてみるともうなんかレン好きなんですよ、プリンス。かといえばね、すごいバラードみたいな静かな曲も歌ったりもしますし、あれ話が脱線してきたな。とにかくこのレスポールジュニアさん、ありがとうございます。それではまた後ほど。竹下敦史でした。新しいギタースタンドも買ってあげようかな。ギターにもね、プレゼントしてあげないと。それでは後ほど。